はい、杉山拓也と申します。年齢31歳。何言えばいいんだ、自己紹介って。 職業ですか？画家、俳優、あと音楽をやってますね、今基本的には。出身が神奈川で、横浜で育って、高校生からは湘南に住んで、今実家は湘南ですね。あとは美術は、一応多摩美術大学の環境デザイン学科に入って、そこ出身っていうことになりますね。なんすかね、さっきも言ったんですけど、その言葉も概念だから、その概念化してしまう怖さみたいなのすごいあって、話を聞いて今感じている体感が、この人っぽい温度感だったりとか刺激の感覚なんだなっていうふうに記憶してもらった方がよっぽど嘘くさくないかなと思って、僕が一言、例えば「杉山拓也とは宇宙です」みたいな「おお」みたいな、「よくわかんないぞ俺も」みたいなとかね、いくらでもかっこつけられるし、多分そこにロジックはいくらでも立てられるんですよ、それを成立させる。でもやっぱりそれって嘘になっちゃうし、ある種願望も入っちゃうし、そこで理解した気になっちゃう方が怖いなって思ってて、だからこんな感じですとしか言いようがないかな。名前ですら結構概念だと思ってるんで、ラベリング、ですね。 そうっすね、よく言われますけど、でも割と違う部分の暗さというか、ダークさというか、もう多分作品とかにもあるし、思考の中にもあるし、なんですけど、基本的には納得いくかどうかっていうところを一番大事にしているし、何者のせいにもしないし、全部の原因が自分にあると思ってるんで、そうなるともうやることもいっぱいあるし、やりたいこともいっぱいあるんで、それに引っ張られてる感覚ですね。あえてポジティブっていう言葉でくくっちゃうと、やっぱり無理が生じちゃう。プラスもあるしマイナスもあって、そのトータルが一個のまとまりになってるから、その程度でしかないというか。 そんな感じですね。そうですね、好きだったと思います。あんま覚えてないですけど、母親から聞く話では好きでしたね。特に昆虫とかそういったものを描く、生き物を描くことが多かったみたいですけどね。自分じゃいまいち覚えてないですけど、高校3年生なんで、多分17、8とかの時に、もともとは心理学部に行こうと思って、で進路も心理学部を目指してたんですけど、秋くらいの時に本を読んでる中で、本当に自分がやりたいことって心理を学んで人のケアをしたりとか、そういうことなのかなって考えた時に、もっと違うアプローチで自分のやりたいことがあるんじゃないかって思って、考えた時に画家、絵を描くことで表現してみたいな、表現、そうですね、画家になりたいって漠然と思いましたね。でそこから美大を目指そうと思って予備校に入って、で予備校の期間が3ヶ月しか受験まではほぼなかったんで、そのぐらいだったんで、当然落ちて、で母親に1年間だけ浪人させてくださいっていう話をして、で僕が目指してたのはデザイン科だったんですけど、デザイン科に入った上で画家になろうとしてましたね。絵のスタイルは最初のテイストを残しつつどんどん変化していったのと、あとはバリエーションがより多くなっていったっていうのはありますね。当然大学の受験の時は基礎デッサンも必要ですし、デザインの課題もあったので、そういったスキルをまずは大学に入るために身につけて、でその後は独自に磨いていたというのがほぼ、その人のクローンみたいな人に僕がなる必要もないし、同じような絵を描きたいなとは思わないし、もちろんなんですけど、
ただ影響を受けている部分としては、僕が感じた印象としてフランシス・ベーコンの犬の絵があるんですけど、すごい僕はそれに感動して、それがすごく何でしょうね、現象的っていう言葉を僕はすごくよく使うんですけど、残像みたいな犬がいるんですよ。でそこにおぼろげにいる犬がいるんだけど、すごく生々しくてリアリティがあって、虚像なのか実像なのかわからないし、それが記憶なのか現実なのかもわからないみたいな。で画面自体もモノトーンで構成されていてソリッドなんですけど、基本的に人間って犬とかモノクロとかに対して固定概念がすごいじゃないですか。愛玩動物で可愛くてとか。でも実際にその場に生命現象として存在している犬を捉えた時に、すごく儚さだったりとか、まあ分かんない、それを概念で飛ばしちゃう、こうフィルターかけちゃうと結局そのものにしかならないんで、そうじゃなくてそこに存在しているただの現象って捉えた時に、初めてちゃんとしたものが見えてくるような感覚っていうのは、あの人の絵を見た時にすごく感じたので、なんか基本的に世の中ってエネルギーじゃないですか。エネルギー同士が相互に作用し合って物質化していたりとか、まあ、風が出たり熱エネルギーが出たりとかっていうことが起きていて、そこって人間の思考だったりとか思い込みだったりとかっていうのと全く無縁なところに存在していて、真実じゃないですかそれって。誰もがそのなんでこの火燃えてんだよ、ふざけんなよって否定できない、だって火燃えてるんだもんっていう、その存在の強さがしっかりとあるっていうのが僕は現象として捉えてるんですけど、要は必然性ですよね。ここに炭素があって、で酸化作用として燃焼反応があって、酸素と化合していくことで燃えるっていう必然性ってすごく純度が高いし、エゴがないと思ってるんですよ。でも人間って生活をする上で概念に寄ってくじゃないですか、補助輪みたいに。だから例えば高校生で甲子園を目指している野球男児ですって言われたら、坊主で爽やかでこうスッキリした好青年なんでしょっていう概念が伴うから、みんなそのフィルターで見ようとするけど、実際中を開けてみたらそれぞれ自身の人生と固有の特性があるはずで、そこに現象があるのにフィルターのせいでそれを度外視して見ようとしなくなってしまって、だんだんと実際の現実と自分の頭の中の脳みその現実と思っているもののズレが生じちゃう。でこれは僕は見にくいって思ってて、要は自分の身を守るため、自分が生存するためにその概念、補助輪、フィルター、カテゴリーを作っちゃってるんで、それを外したいし、それがないところの世の流れみたいなものに僕は美しさを感じるんで、それを抽出する作業が絵を描くっていう僕にとっての行為だったりとか、あとは結局それがその現象が存在するルールがこの世にある、要は物を落としたら腰下に落ちるとか、地球上ではですけど、なんか写真と絵の違いをよく考えるんですけど、いやこんだけデジタルが普及したりとか写真の技術がこう増していってる中で、絵を描く意味って、だって写真撮ればよくないってなるわけで、と時にもちろん写真の側面、強みっていうのは僕も感じて、写真自体すごく好きなんですけど、ある種の僕の中での絵を描く上での写真との差別化って、時間とエネルギーをそこに封じ込めることができるかだと思ってて、ってなると時間とエネルギーがもしここに仮に存在するとしたら、脳の中でそれが再現されてプレビューされるから、ずっと画面は変わんないんだけど、脳みその中でエネルギーだったり時間というものが再生されることで流動的な物体に見えるっていうものをすごい大事にしてて、そういう意味ではこの3つもそれを意識してはいますね。だからすごく刹那的である、で刹那的であるということは長時間見られるとか長視に耐えられるっていうところは、僕美術館とか行っても結構大事にしていて、ああこういう絵こういう絵こういう絵っていう中で、
わこの絵やばいって思ったらやっぱり20分30分立ち止まって見ちゃったりもするんで、結局そういうことになるように自分的にはロジックを組んで書いてるつもりです。なんかくしくも左も右もフラクタルっていう言葉が使われているタイトルなんですけど、たまたままず左から行くと、これまあ見てもらうと分かるんですけど、すごい細かいボールペンでの線と、あと水彩絵の具を使っての構成になっていて、で僕の絵って基本的に下書きをしないんですけど、これの場合は最初に水彩絵の具で感覚的にこう色のグラデーションとかを作りながら、なんていうんだろう、こう見てもらうと分かるんですけど、この辺とかグラデーションになってたりとかするんですよね。で水彩の具でまずフィールドがない状態でそれを構成していって、で形がなされるんだけど、それって水彩の具だけだと輪郭がぼやけてるし、イメージがそこになんとなくこうあるみたいな風にしか見えないんですけど、それがもうちょっと物質化してほしい。要は人間は頭の中でイメージするものを手に取れるぐらいまでこう視覚情報として物質化したいっていうところで、細胞みたいに、要は川の流れってイメージじゃないですか。でも川の流れを実際に見てみると、そこの水の粒子の流れがあって、そこに物質が存在するみたいな感覚で、その水彩絵の具のラインを全部色で識別してカテゴリーしてこう分けていくんですよね、ボールペンで。でさらにそれをセルみたいにこう、要は細胞みたいな感じで、年輪とか細胞みたいな感じでちっちゃいマスを形成していくんですけど、このマスの形とか流れもやっぱり一個のマスを描く、この流れを描いたことで次にどういう流れがここに対して気持ちいいかを、要はこいつが原因になってこっちに結果が出て、これがまた原因になって結果になってっていう連鎖が起きるんですよね。これってすごく今生きてる自分の現実と近いロジックだと思ってて、因果がつながっていって一つのものが構成されていくっていう、っていう部分でこれは書かれてますね。でそのさっきから言ってる世の中のルールみたいなものっていう言葉なんですけど、僕は基本的には数列だったりとか、フィボナッチ数列だったりとか、黄金比とかフラクタル係数とか言われるものを僕はすごく好きで考えてるんですけど、要は巻貝の貝の殻がどう形成されていくのかみたいなものと同じなんですけど、割とそれに近い感覚で描いていますね。2枚目、まあ、これもあれですね、木炭で描いてるんですけど、木炭って、まあ、僕たちのイメージだと割と修作用絵のスキルアップのためにっていう感覚が強くて、だから大学目指す時も木炭デッサンしたりとかもあったんですけど、すごく魅力的な要素だなと思ってて、で鉛筆で描くと光沢感出るんですよね、テクスチャーにテカっちゃうんですけど、木炭って基本的にマットなんで、より反射がなくノイズがなく見られるっていうのが僕の中ではすごく大事 であとは粒子が乗ってるんですよね。結局それは鉛筆も同じなんですけど、より粗い粒子が、本当に木燃やしただけの木炭なんで、それ描くで、なおかつそれで修作用に使ってたものを作品として形成するだけのエネルギーを込めた時に刹那的な美しさが見えるんじゃないかなと思って、で木炭で人体が現象的に存在している瞬間、要はそれはダンスとかって音とかに反応していって、どんどん思考が追いつかずに現象化していくじゃないですか。でそこに対しての服だったりっていうのも布っていうものなんで、それが人体の動きに対して現象的に動いていく瞬間っていうのが、その流れに人間が乗った瞬間というか、概念がなくてノイズが少ないような瞬間に見えて、それはある種こういう絵と僕描いてるのと同じような感覚で物理的なもんだけど見られるっていうことで作品にしてみたいなと思って描いたやつですね。でこっちなんかだと、まあ、これも割とこっちのコンセプトに近いんですけど、流動する流れの中で、まあ、この絵の向きってこうなんですけど、
こう下向きに垂れていくような立体感がある。でこっちの2つって奥行きはあれど手前に出てくるような立体感はないじゃないですか。でもこれは物理的にこう立体になってるんで、さらに隆起してくるエネルギーみたいなものだったりとか、あとはこの回転する流れとか下に流れる重力に引っ張られる感覚があることで、ここにある液体がいろんな影響を受けて姿を形成していってる瞬間を切り取ってるような、だからさっき言ったような刹那的なところ、写真とは違うエネルギーを感じてなおかつ時間を封じ込めているような作品っていうものになってるんではない。